はい。それでは続いて、ズバリ言わせて。毎週金曜日は、キャノングローバル戦略研究所研究士官のお馴染み、三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。三宅さんは、あの、ま、元外交官ですから、ま、今も同じようなお仕事ですからね。い,やいやえいえ。全然違いますよ。<laughs> そうですか。あの、台湾の総統選挙にもね、はい、非常に深い関心をお持ちだと思いますが、はい、意外と近い国ですけどね、私なんかよくわかってなくて、はい で台湾の総統選挙が今日告示だっていうんですね、はい、1月16日ですね,でそうですね16日投票だと、はい、今度いきますよ、僕あ、そうなんですか、はい、で民主・進歩党の、ねうん、蔡英文主席、59歳、はい、女性ですね、蔡英文さん、ねはい、この方がなんか、あの他の二候補を大きくリードしている。そう ええ、前回の選挙もね、あの、彼女を出馬してね、そうただまあ、赤敗というか、前ーエキュさんに負けちゃったんですけども、ええ、まあ、非常にいいうちのお女王様んだけど、非常に勉強家で、<あ>ええ、アメリカ、イギリスで勉強して、ええ、法学の博士を取ってるし、ええ、まあ、あの、非常にバランスの取れた女性ですよね。はーはーはー ですから台湾の民進党っていうのは、どちらかというと、台湾独立系のまあ国民党とは違うところなんですが、前は陳水平さんというね、若干過激な人がいたんですけどそれよりはですねおそらく穏健なことで票を、徐々に徐々に支持を増やしていった、今回はまあ世論調査を見る限りは圧倒的に強いと、こういう状況です。いずれにしても 今の馬英九さんというのは、中国と非常に近いと言われてますよね近いかね、国民党ですからね、国民党だから、要するに中国統一しようと思って失敗して、台湾逃げてきたわけでしょ、ですから中国は一つって中点ではね、彼らは共産党と同じなんですよ、つまり国民党にとって中国は一つです、中華民国ですと、共産党にとっては中華人民共和国が一つですと、それだけ同う有名なの。 中国一つって言葉だけは正しいけど、あとは全然言ってることは違う、それに比べたら、民進党の方は台湾独立って言ってるから、まあね、少なくとも、独立って言ったら、中国一つじゃなくて、二つでしょ英さんもそこはね、過激な独立を言おうとすると、アメリカも含めて周り困っちゃうわけですよ、そこはね、秩序があるから。 だから日本の場合でもアメリカの場合でもですね台湾とは国交はないだって国じゃないからと、ええええ、で中国の一部だっていう中国の言い分は理解し尊重はすると、はい、受け入れないけどね、はい、その上であの経済的な関係を持っているという、はいまあ、非常に中途半端な関係ですよね。あ何しろ台湾は3.11の時にものすごあのすごい。 高額なお金を、えー、もう直ちに、えー、あの日本にね向けてくれて、えー、もう本当、こう言っちゃ悪いけど、韓国とは偉いじゃん <laughs> まあ他の国と比較するのはやめましょう、だけど僕、個人的には1七7 6年で留学に行ってね、いやー、あの悪い思いしたことないですね、まあそれはいろいろな歴史的な違いがあるんでしょうけどね。えーえーえー ですから日本にとっては国と言っちゃいけないんだけどね日本人が本当にあなんていうかなリラックスできる地域だから日本が統治していたとあのいわゆるそれに対する思いっていうのも比べちゃいけないって言いますけど韓国の人の思いと台湾の人の思いとまたこんな違うね向こうも違うけどこちらもやり方違ったかもしれませんからねなんとも言えないんですよ。 今度中国の側から見るとどうなんですか、今度のこの総統選挙の最後九さんがいなくなっちゃうのは、しょうがないですよね、そんな何回も歴訪できませんから、問題は国民党が非常に弱体化している、人気が落ちている、そして魅力のある後継者がいないということになりますと、今までは台湾とは国民党とうまく話をつけてね、まあ同よう、有無なんだけども、どちらかというと中国に優しい 政権だったわけですよそれがもし民進党になればですね、えー、中国に対して厳しく出る、えー、下手したらもう独立だなんてまた言い出したら大変だということでむし<ー>ろ緊張が高まる方向に行くと思いますただしそれじゃ喧嘩になるかってそれはもうないでしょうね、うんうん、ですから中国が今経済的に台湾を徐々に徐々に、まあ、あ飲み込もうとしているところですからそれに対するななんてか抵抗、えーえー、はあると思いますね。 はい、えー、三宅さんは続いては七時からです今朝のコメンテーターはキャノングローバル戦略研究所三宅邦彦さん三宅さん三景、はいえー、のですね、はいえー、加藤達也前支局長に対して予想外の 無罪という,判決うまあ様相外というかね政治的にはね妥当だと私は思うんですけど法律的にどうかっていうのがちょっと気になるんですよね。うん、でいろんな角度があると思うんですけども、はい、まずあの全体像から言うとですね、うんえー、まあ韓国のある意味で、えー、民主主義の危機だという指摘もあったし、はいはい、これに対してのですねそのいわゆるあの さんのの見解っていううはどですかまあね結局、三県分立ですからね司法は独立してなきゃいけないわけですよね。ですから法的に有罪になるわけないはずなんでただ単に無罪ですって言えばいいんだけどもどうも判決の前にねなんかあの韓国の外務省がいろいろ配慮せよとか言ったとか言わないとか言葉でつら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 と何時間もしゃべったわけでしょ。時間ということはねこれ国内的な非常に政治的に機微だっていうことはわからない。 じゃないけども裁判所の矜持ってのはあるわけですよ、誇りっていうのはね、やっぱり法律照らして、なんぼでやってもらわないと困るんで、日本にはちゃんと大津事件っていうのが昔ありましてね、大津事件、大津事件、法学部の学生なら誰でも勉強し子ロシアの皇太子が傷つけられた刑法使用明治28年だったから、それでまあ世論はねもう試験にしたらいいんじゃないかっていうわけですよね、だけど、障害事件で試験なんかになるわけないわけですよ。当当時時ののの員員まあ今最高裁ですけどもは 熟慮ししたた結結果結局死刑にしなかった<ー>、うん、それ法律、これを三権分立のね、自由の独立を象徴する事件だとしても言われてるわけです。まあそれに比べるとね、どうも韓国の司法っていうのはまだ、まだこれから発展登場だなという気もしないでもないです、ね、<laughs> 大津事件のケースなんかだと、あの相手はロシアの皇太子ですから、そ<う>もしね、 なんかこう、向こうがですね、一つ間違えたらね、大変な戦争になったからね、だからもう、きっちり死刑にして、ね、教順のよしおしとか、お詫びをするという、国際的に配慮しようやりたくなるけども、それをしなかった法律は法律ですわ、そこが、ああののねだから韓国もこれ、法律に照らして、グローバルスタンダードで、このインターナショナルなね、世界では。 まあ司法がですね、うん、もしくは検察が、政府が、野能の自由に圧力かけると、外国のプレスにね、はい、そんなことありえないわけですよねつまり、外務省からもこう言ってきてるとか、もう散々エクスキューズを並べて、<laughs> 3時間長々とそれを言って、それで<ー>、えー、弁護士がちょっと、あの加藤さん、座らせてくれてたら、それはだめだと<ー>、えー、立ったまま聞けみたいなことで、そういうことでこう手厳しくやって、それでいろいろ。えー 言いい訳した挙句に無罪っていう,うああ裁判官も相当な圧力を受けてたんでしょうね、うん、<laughs> だけど、そこは跳ねのけてもらわないとね、やっぱり法律に照らして頑張ってやらないといかんと思いますけど、ね、<laughs> 韓国、時々あの日本から見てるとね、なんでそんな法律っていうか、あの結論になっちゃうのみたいなのが。 司法の問題が出ますけども、まあ、司法については、ね、うん、いろいろ他,他の国の司法についてはあまり言いたくないけれども、はい、やはりこの政治的な中立をねある程度、政治判断をしなきゃいけないのは間違いないんだけど、政治的中立はちゃんと守った上で、ちゃんと法律家としての判断をしてもらいたいって気はしないではないですね。うん、そのの程度の 民主的国家にすぎないと言われますよね、うん、だから、まあ、それが本当にあるんだったら、本当に起訴できたかっていう話ですよね、うん、これを起訴するっていうのは相当な勇気のいることで、もし法律を知ってる人であればね、最初から言えば、そもそも起訴したのはおかしいじゃないかと。うん、という人もいるでしょうね、うん、で僕もそう思います、うん、加藤さんもそう言ってましたしね。うん、だけど、それ自体はやっぱり、えー、あの政府として、行政府としての判断、まあ、大統領府も含めてでしょうけども、えーえー、政治判断はしたんでしょうね。 あの日米韓のこともあるしとか、か日韓というのが、あの少しこう修復の、ね、雰囲気が出てきて、ええ、そういうものが明らかにその裁判の常実、ねええ、の中に組み込まれているというところにあの、いわゆる韓国司法の問題点があるとそうですよね、うん、あねただ、それはあの、うん、政治的には全体としては正しい方向だと私は思うんですよ、<laughs> ええええ、ただ法律家としてどうですかっていうのを言っとかないと、ええ、これに、日韓のことが何度も何度も繰り返されるのは決していいことじゃないと思いますから。 あの三宅さんも法学部の出身ですけどもあ,のあんまり勉強しなかったで <laughs> そうですか、はいまあ、つまり常識に照らしてということですねそうですよこれがね<ー>ははじゃあ極めてもうギリギリのところで踏みとどまったということですかねそうですねでえそれはもう、うん、あの民主主義社会ですから当然だと思います、はい、やることやった今朝のコメンテーター元外交官現在キャノングローバル戦略研究所研究主幹の三宅邦彦,彦さんで このニュースです韓国のパク・クネ大統領の男女関係に絡む噂を記事で取り上げ名誉を毀損したとして韓国で在宅起訴された産経新聞の前のソウル支局長に対してソウル中央地裁は昨日無罪を言い渡しました今後日本政府と韓国政府の焦点は安倍総理大臣が早期妥結を約束した慰安婦問題の対応に移ります もともと無理筋だったんですからね、えーえー、前まさか構想はないと思いますけどもはい昨日はね大騒ぎになりました ではその経緯を日本放送報道部、森田浩二解説委員です、はい、無罪の言い渡しに先立つ判決文の朗読はおよそ3時間に及びました、はい、その裁判の冒頭で、ソウル中央地裁の伊東軍郡裁判長は、日本側から日韓関係を考慮し、全処してほしいと求められているという公文書を韓国外務省から受け取ったということを明らかにしまして、<っ>ま日韓関係全般を念頭に置いた判決であることを伺わせました。 で判決理由の中で裁判長は、パク大統領がセウ,、えー、セウォル号事故当日、男性と会っていたのではないかという噂については虚偽だと断定し、はい、詩人としてのパク大統領の名誉を毀損したと指摘しました。はい、ですが、誹謗の目的があったとは認められないと判断した上で、公職者の地位が高ければ高いほど、批判の保障範囲は広くならなければならない、広くなければならないと、うんまあ、こう述べて批判の自由を保障する、うんまあ、こういう立場を強調したんですね。

え、か日関係改善の契機になることを期待すると表明しています。で、一方、加藤前市局長は判決後、ソウル市内で記者会見しまして、当然の判決だ。検察は控訴することなく終結させるよう希望するとしておりますが、検察は判決文の内容を検討し、控訴するかどうか決めるとしているんですね。まあ、今回の無罪判決に至る過程では、水面下での日韓協力も透けるんですが、特に安倍総理は先月、11月2日のソウルでの日韓首脳会談で、自らパククネ大統領 にに対応を強く迫ったといいう,ふうにされているんですね、まあ、一方で最大の懸案であります慰安婦問題につきましては今月15日の外務省局長級協議でも溝は埋まっておりません、まあ、韓国側は今回の判決この配慮を貸しとみなして慰安婦問題で日本側の譲歩を引き出す思惑があるんではないかこういう指摘があるんですねあの、はい、首相同棲というのは日本にありまして、ええ え、安倍総理朝何時に家出て、何時に帰ったんで、え、間はもう何時何分誰に会ったつらうずらーっとこ,こ出てくる。パククネさんは大統領でセオル号事件が不幸にもあの日起きた。たまたまなのかいつもなのか、7時間何やってか全くわかんなかったという。 この辺のですねところからね、あの非常にこのなんていうのか、しっくりこないものしかいないんですけどね。といね,だからね、日本の首相同るって、なんかむちゃくちゃに細かいでしょ、あれ、日記帳じゃあるまいしね。えー あんんなに書いてどうすすでかね世界中であんなに細かいの出ているところ若手の記者がさ、張り板してくると、あ宮三宅さんが来たって、何時に出たって、あれは、それはガラス張りはいいんだけどね、あそこまで最高指導者、政治指導者のあれが出ちゃうというのはそれもいかがだけども、7時間の空白も多いかなと。日本で7時間いなかったら大変騒ぎになりますよ、これ。ひっくり返りますよ。 何かかあまだけどね、北朝鮮なんかはもっと何ヶ月もいないときがありますから、そ政治が7時間なんかいいじゃないですかっていう世界かもしれないんだけど、それにしても7時間については議論が起こっておかしくないわけですから、そこはね本当は説明責任が生するはずなんですけどね。一と言も発しなかったっていうのは、これ、どう取ったらいいんですか、わかりませんけど、カチンときたんじゃないですか、そういうふうに書かれたこと自体が。 嫌がなものかとは思いますけど、日、まあ、本だったら持たないでしょうねそれとね、基本的なことで、あの本当に納得できないんですけど、朝鮮日報の記事をね、うん、それをもとにして、うん、それで加藤さんは、まあ、一種、なんていうんでしょうかね、あのまあ、こういうと怒られるかもしれないけれども、大真面目に書いた記事じゃなくてね、うん、こんな噂があって、こうこうこうで、ね、だから、その朴槿恵大統領もうんぬんみたいな、うん、そんな書き方をして。ええ でこれで朝鮮日報が全く加藤さん咎とがめるんだったら。 朝鮮日報を書いた人はもっとつめなきゃいけないと思うんですよ、うんまあ、普通は内外無差別でやってもらいたいわけですけどそうじゃないのね、そこはちょっとまあバランスをんでてるかそしてこれからじゃあその外交的にあのかなり進んでいくということになるんですかこれは、うん、そうですかね今、森田さんおっしゃったようにこれ貸しになるかどうかってけどまあこっちからすれば、ねまあ、仮,仮ったって,だってちゃんと法律でやって無罪になったわけでしょと。うん、ヤンフだってもうほん 本当嘘ばっかりのね、うんまあ、それはさておきね、このケースはこのケースだとは思うんですが、ええまあ、しかしね、雰囲気は良くなるでしょうね、全体としてね。それはあの我々もあの喧嘩をしようなんて思ってるわけじゃないですから、ええええ、その意味では、これをいい機会にして、まあ、両方が歩み寄れるところ、まあ、特に韓国側もそうですけれども、ええええ、歩み寄ってくれていくんだったらね、これはあの、ええ、悪い話ではないと思ってますけどね。何十年も経てば あのいわゆる回顧録みたいなのわかるんですかね、わかるでしょうね、わ、うん、かるでしょうねだけど、どっか書くかな、どうですかね, <laughs> ね、側近が書くかもしれませんね。じゃあ知ってる人もいるということですか,だかそ、だってその後大統領は一人で7時間もどっか行っちゃうわけないですから、誰か必ずついていくるわけですから、そうですよね。うん、日本のだだっってて大臣だって あの橋本龍太郎さんが運営大臣になった時言ってましたけども、うん、誰が一番喜んでるかって言って女房が一番喜んでるそ <laughs> <laughs> れも s b がずっとついてきてそう,そう悪いことしないてプライベートというのはね<ー>プライベシーはゼロになるからってそうでだって公の場で挨拶言ってましたからねうん,うん割と苦しかったんでしょうね、うん、<laughs> はいそうかじゃあ何年か待つか、うん、では続いてはこちらのニュースいきましょう アメリカのオバマ政権がおよそ4年ぶりに台湾に軍艦などの武器を輸出する方針を決定しました武器は日本円でおよそ2200億円相当で台湾と安全保障分野で連携を確認し中国を牽制するのが狙いですまあ中国の海洋進出とかいろいろありますからこの軍艦売却っていうのも結構ですねデリケートなんでしょうね はいはい。ま、はい、アメリカはそもそも台湾への防衛的な武器の提供とか中国の軍事的脅威から台湾を守ろうということを義務付けた国内法の台湾関係法というのが1979年にできておりましてああ台湾への武器輸出というのは長期的な政策ではあるんですねで、まあオバマ政権は今回台湾に対してミサイルフリーゲート艦2隻など総額およそ2200億円相当の武器を売却する方針を決定しました、まあ、台湾への武器供与決定はおよそ4年ぶりで集 金平指導部が発足してからは初めてということになるんですね、ああ今回、フリゲート艦のほかはです、ね、地対空ミサイル、蛍光式の地対空ミサイルのスティンガーとか、水陸両用車両などを売る,、うん、るんですが、台湾が求めていた新型 F16 戦闘機などの売却は見送られておりまして、まあ、最新鋭の兵器は含まずに、まあ、米中関係に決定的な亀裂が入ることを避けたんではないか、うん、一応そういう配慮はあったのではないかとされているんですね。野 共和党はです、ね、かなりオバマ政権のこの対中政策を弱腰と批判しておりまして、<っ>ホワイトハウスは今月に入ってようやくこの台湾への武器供与の方針を固めたんですね、<っ>まあそれまであのコップ2 1のあのパリ協定での中国の協力などもあったので、まあ、それまで公表を見合わせていたというような裏事情もあるようなんですよく言われる海洋進出、そういうものに対するメッセージだということなんですかそうですね、まあ<っ>今回の船、フリゲート艦についてはそうでしょうけどね。はい、まあ全体としして先ほどおっしゃっゃたように、はい 台湾関係法があって、アメリカは国内法で、条約じゃないですよ、国内法で台湾を支援する義務が課されてるわけですよね、<ー>ですから本来、もっとやるべきなんでしょう、共通に言わせる4年ぶりっていうのは、やっぱり意味が深いわけですねうんそうですね、うん、まあ何年おっかにああのまあ、だましだましやってる、それに対してそのたびに中国がぎゃーおーっと騒ぐと、この繰り返しですよね、だから今回見ていると、18億ドル近くでしょ。はいはい そして F16 も入ってないし、<っ>まあどちらかというとあの必要な武器の一部は入ってるけれども、<っ>じゃ目玉になるのもあるかったら目玉はないですよね。ということはそれは確かにおっしゃる通り、うん、中国に対して配慮をしたんだと思うんだけど、これじゃあちょっと少ないなという人が出てくるのは当然だと思いますね。やっぱり相当中国に配慮してると思います。あ、そうですか、うん、そうですか。じゃあアメリカの真意というかあのー。 まあ南シナ海とかです、ねえー、ああいうようなところをです、ね、どの程度こう守ろううというような台湾は見捨てないよ意識だけど中国とも喧嘩する気もないよとだからそこはバランスをうまく取ろうとしたんでしょうね。 それなりの、彼らからすれば、つまりオバマ政権からすれば、それなりに筋が通ってるんでしょうけど、果たしてこの今の台湾をめぐる状況、もしくは東シナ海、南シナ海の状況がね、たった18億ドルで済む話かよと、もっと大きな話じゃないのという人はいるでしょうね何かこう、波風立てずに、でも最低限やることはやってるよみたいなそうですねまあ中国との関係はね、簡単、台湾だけじゃないですから、アメリカにとっては中東もあるし、 だからコップも含めて、気候変動の問題も含めてね、いろいろあるから、なかなか台湾だけをというわけにはいかないのかもしれませんねはは中国側から見ると、どうなんですか、うん、これはもうと,とんでもない話ですから、必ずこのぐらいでも、うんうん、原理原則の問題って、だってそもそも支援するのがおかしいって言ってたんだから。 でもそれはね確かに国じゃないわけですから条約はないけれどもアメリカ国内法でやってるわけですよね。ね日本は全然ないんですよ日本は太平洋国家ないですからまあそれだったら中国怒ってもしょうがないと思うんだけど怒るでしょうね、それはもうだって怒らなかったら次回またやられちゃうからその辺のところも来年1月16日の。 相当が決まる選挙のときで結構な要素になっていくわけですね,、ええ、そうですね民主党になれば当然と思ってながら、うん、あ大陸との関係は緊張していくと思いますはいありがとうございました三宅邦彦,彦さんでした